どうも、皆さん、こんばんは。ツチノコブラザーズの、ウベロンです。今回はですね、オンデキというホラーゲーをやっていきたいと思います。ということで、早速行っていきましょう。バス、それは様々な人生が交差する、出会いと別れの場。それぞれの人生を背負った人々が、同時に乗り合わせる。発車しまーす。オーライ。人は触れ合うことで生まれる喜び、悲しみ、怒り。俺は家族と喧嘩したりして嫌な気持ちの時、こうしてあてもなくバスに乗り、乗客を眺めて気分転換するのが習慣になってきた。なんだ？それは、しのつく雨が、これは煙る午後でいいのかな？俺は宿命を背負う少女と出会った。ぶつかったな、なんか。事故が起きたぞ。いって、何が起こったんだ？燃えとるー。嘘だろ、おい。まさか落ちた。あの高さから。これじゃあ、他の人はもう、落ち着け。携帯はダメだ、壊れている。くそ、寒い。せめて雨が当たらないところに移動しないと。移動は ?WASD できそうだな。よく無事だったな。本当に。くそ、ひどい泥だな。カーソル邪魔だね。おー、左から音するって。ちょっと待って。怖いな、普通に。こういうところね。人の痕跡はある。近くに休める場所があるはずだ。操作がちょっといまいちわかんないけど。まあ、こっちかな。おー、びっくりした。なんだよ。俺と同じで崖から転落したのか。凍えそうな寒さだ。なんかあるな、橋が。ここは？とにかく、雨宿りしなきゃ。もう、骸骨、もういきなり骸骨ぶら下がってるって。なんもなさそうだね。疲れた。目がかすむ。うわ、怖え、この、ふすま、障子？扉？お、入れた。シフトで走る。あ、オッケー。お、びっくりした。開かない。やばい。俺、こんな調子で大丈夫か？埃が積もっている。うわー、嫌な人形あるなー。何？あ、これは何も反応しない。ストーブはつきそうにないな。普通に入っちゃってるけどね、人んち。これもうでも廃墟だろ。埃が積もっている。うわー、びっくりした。はあ、怖い。どいてくれ。なんだ？あんた、どこかで、そうか、同じバスに乗ってたな。ああ、なあ、携帯が壊れてるんだ。もし携帯を持ってるなら、代わりに外部へ連絡を。それどころじゃない！早くどけ！ここはまずい。あいつが、なんだ？来る。あいつが。おい。あいつ？うわ、やばい。後ろおるって。え、いや、怖っ。え？うわ、前作より怖いんじゃないか、これ。うぅ。なに、ここ。ここは。ん？うわ。これは死体？
俺、夢でも見てるのか？やばいっしょ。なにこれ？死んでる？嘘だろ。これ、死んでるんだぜ。嘘みたいだろ。この人はさっきの。あー、おっちゃん！おっちゃん、倒れとるやん。これ何？上登ってんの？うわ、びっくりした。上登ってんのか？ここはどこだ？ずっとここはどこだなんだけど。さっきの建物の中。なんでこんなところに。ずいぶん荒れ放題だな。ずいぶん長く放置されてるらしい。あ、セーブだ。セーブしとくか。オッケーオッケーオッケー。ひどい荒れようだ。ずいぶん前からこんな状態らしい。わ、暗。視野狭。視野狭。なにこれ、でかいピアノだ。あの穴の奥通れそうだな。あ、これ奥か。なになに、重くて動かない。あ、動かしてたのね。頑張れ、頑張って。お、なんかおっちゃんおるって。誰？慈悲深き父よ。我らを救い、導きたまえ。なんか宗教的な感じなのかな。ひどい匂いだ。いつからこんな状態なんだ。何これ、これ何？腐敗しすぎてわからないんだけど、もはや。なんだろう、これ。なんか散策結構できるね。あれから何日経っただろうか。さまようばかりで出口にたどり着けない。くそ。ここでこのまま死ぬのか。三流週刊誌と契約なんかしなければよかった。オカルトなんてまっぴらだ。俺はもっと社会派の偉大な記者として称賛されるべきなんだ。手帳のそばに血濡れた書類がある。週刊メーム、ザ・衝撃ミステリー。2012年8月23、観光予定。生贄伝説のある行ってはいけない村に潜入。取材企画書。なるほど。生贄の村に来ちゃったって感じかな。いやー、怖えなー。水の音するなー。おー、びっくりした。おーい、今のは死んだぞ、確実に。あの勢いだと。うわ、君は確か同じバスに。こいつ、記憶力良すぎだろ。私、気がついたらここに閉じ込められて、出られないんです。助けてください。出られない？鍵がかかっているのか。お願い、他に誰もいないの。いやー、おー、なんか、いるなぁ。ちょっと待って、ここ開けらんないの？頑張れよ。あの勢いだったら壊せるだろ、ここの扉。こっちにも道あるけど、まあ、まずは、ちょっと、まっすぐ行ってみたいけど、なにこれー。人の死体か？見る影もない。向こうから施錠されているようだ。おー、なんだ？ポルターガイストか？なんも反応しないな。わー、はい、あー、入っちゃったー。死体だらけ、一体どうなってる？食器にはウジが湧いている。生きた心地がしないな。わ。ゴキブリやん。やばいって。これ何？これなんかいけそうじゃない？通気口だ。ダメだ。届かない。古びた本が平積みにされている。閉じ込められた人間の唯一の娯楽か？ここなんかでも使えそうだね。開かない。え？クソ、どうして？え？閉じ込められたじゃん。これは？おーい、マジかよ。この壁紙、奥に何かあるぞ。剥がす。やめる。剥がすか。
れは。おい、やばいって、めっちゃ生贄してんじゃん。貼り付けじゃん、しかも。包丁には血がこびりついている。硬くて抜けそうにない。頑張れ！唯一の武器だ、それが。ひどい、ミイラ化している。遺体の胸元に古びた紙が残っている。裏切り者は一問にあらず。死して、詫び、初めて許される。これは、おそらく、ここで何か恐ろしい企みがなされ、裏切りが起こったんだ。死して償いか。それでこんなことに。この屋敷は一体何なんだ。うわ、いけた。何年放置したらミイラになるんだろうね。鍵あるんだけど。牢屋の鍵、あ、これで女の子助けられんじゃん。なんか来そう。うわー、びっくりした。村長の訓戒。裏切り者を突き止めた。分かった以上、放ってはおけぬ。これは粛清であり、見せしめである。怖、村長。内鍵を外した。おいおいおい、なんか左で落としたぞ。女の子いなくね？女の子いないじゃん。鍵がかかっている。エスケープからアイテムを選択。鍵を開けた。おー、マジ？あ、びっくりした。大丈夫か？あ、ありがとうございます。無事でよかった。それにしても、なぜこんな場所に？わからない。わからないんです。バスが落ちた後、気づいたらここに。あの、誰にも見られてませんか？何？他に誰かいるのか？一体何があったんだ？今すぐ逃げないと。見つかる前に早く。もう大事なこと言わないよね。ホラゲーあるある。ちょっとまあ調べていこう。布団かこれ？なんだ？どこへ行くんだ？安全な場所、出口です。早く進めって。急げって。おお、早いな。いきなりダッシュすんな。置いてかないで。置いてかないで。ここです。このピアノの先。待ってくれよ。その前にちゃんと話してくれ。ごめんなさい。突然。でも、話せることなんて何も、私もわからないんです。何が何だか。そうか。あの、俺、周一って言うんだ。君は。おっと、ナンパが？私は、柏葉春菜っていいのかな？です。柏葉春菜。あら、かわいい。あら、かわいい。この先が出口だと言ってたけど、どうして知ってるんだ？なんでそこが安全なのか知ってるんでしょうね。不思議。連れてこられた時の記憶がかすかにあって、覚えてるんです。なるほどね。今も誰かの視線を感じる。まあ多分それはな、主人公の熱い眼差しだと思うよ。なんだか妙な感じがします。早く逃げないと。わかった。こんなところに早く出たいのは俺も一緒だ。一緒にここを脱出しよう。このピアノも二人で協力すれば。うっきうきで手伝っちゃう。はい。じゃあ私はこっちを。よし、俺が反対側持つよ。頑張れ。ここは見せ場だぞ。シュイチ。行くぞ。せーの。おお、そっちなんだ。動いた。いいぞ、これで出られる。ここは。この先です。早く。お、嫌だって。確かあっち。嫌な音するな。やばいって。こっちです。行かないで、行かないで、先に行かないで。そうだ、この部屋
覚えてる。確かこの先。鍵がかかってる。鍵を探すしかない。なんて呼べばいいかな。そのまま春菜でいいですよ。私はなんて。なら俺も呼び捨てでいいよ。友達はシューって呼ぶけどね。かゆい、なんか。じゃあシュー君、鍵を探しましょう。そうだね、春菜。ちょっと慣れ慣れしかったな。そうだね、春菜。春菜はここを探してくれる？俺は他の部屋を調べてみる。一緒に行けって、ダメだよ。うん、わかった。気をつけてね。恋の予感。怖え。お、なんだなんだなんだ？なんかでかいのいなかったか？猫？内鍵を開けた。あ、なにこれ？ブリキ缶、中に何か入ってる。丸められた紙。中に何かが入った紙。硬くて開けそうにない。どういうこと？紙が硬くて開けそうにないってこと？中に何か入ってるな。くそ、硬くて開けない。あ？ん？あ、ここあれか。さっきの牢屋の奥か。ちょっと待って、これなんかある。ある風緑な男の手記。近頃感じる妙な視線。それに寒気。村長は俺の気にしすぎだという。そう思いたいが、やってることがことだけに、やはり気になる。しかし今更やめられない。我々が生き延びるためにも、それに連れてくるのが若い娘ばかりで、おこぼれに預かれるのも、たまらない。おい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 。戻ったら女の子いなさそう。ありえるな。何これ？開かない。開かない。開かない。これは？鍵がかかってる。あ、ここは鍵がかかってるな。お、びっくりした。なんだよ、急に来んなよ。シュウ君、どうだった？妙な紙のボールを見つけたよ。中に何か入ってるようなんだけど、一度濡れてから乾いたのか固まって開けないんだ。そうだ、さっきこれを拾ったの。マッチでーす。いっそ外側だけ燃やしてしまえないかな。割と納金かもしれん。ダメだ、湿っていて使えない。そう、残念。でも燃やすというのは悪くないかも。ここ行く？なんかでも落とした、右で落としたんだけど。ここ開かないよね。なんかマップがちょっといまいちよくわかんない。あー、こうなってんのね。なるほどなるほど。はいはいはい。あ、了解了解了解。鍵がかかっている。扉にはモミジの模様が描かれている。シュウ君、気をつけてね。まさかバスが事故に遭うなんてな。春菜はどうしてあのバスに乗ってたの？え、どっか行くためでしょ。実はお墓参りに行く途中で、山の上にお母さんのお墓があるから。そっか、お父さんは？うん、お父さんは生きてる。そうか。え、めっちゃたわいもない話だな。まさか井戸の底にいたなんて。一体どうして？あ、燃やす、これ燃やせばいいんじゃねえか？あ、そうだ。紙を燃やした。中に何か入っている。古びた鍵、あ、来た。古びた鍵を入手した。多分あそこだな。お、いないって。いないって。ここだな。ここじゃない、これだ。うわー、新しいとこだ。手紙が、あ、手紙じゃない、これはあれが。セーブだ。
血まみれ一体何が保管されているんだ。これは何？ピース。何かのピース。飾り模様が描かれている。ピースを入手した。お、びっくりした！なんだ、犬かよ。なんだ？野良犬か。一体どこから？随分人に慣れてるな。ついてくるのか？仕方がないな。ガチ？ガチ？犬連れてくんの？うわ、びっくりした！シュウくん。ハルナ。どうした？何か見つかったか？ごめんね。そうじゃないんだけど、ちょっと心細くて。かわいいじゃん。この子どうしたの？ついてきちゃって。どうも野良犬らしい。おいで。迷い込んじゃったの？かわいそうに。私預かろうか？そうだね。頼むよ。一人より安全だし。俺はもうちょっとこの辺りを探すから。うん、わかった。シュウ君気をつけてね。これはめられないのかな？ピース。来た。飾り箱開けた。もみじの鍵。ちょっとじゃあ行ってみようか。あ、シュウ君何か見つけた？見つけたよ。ほら、これ。鍵だ。もみじの鍵を春菜に渡した。ほんとだ。扉と同じ模様。シュウ君きっとこれだよ。とにかく試してみよう。うん。あ、いた。おー、耳鳴りって。急にどうしたんだ？めっちゃ吠えてる。お、バレるって。バレるってやめって。あ、待って。はるな。行っちゃった。思いっきり叫んどるけど。これは、はるなの手記。またあの子たちに嫌がらせを受けた。目立つ茶髪が気に入らないとか。男子に色目を使ってるとか言われる。髪色はお母さん譲りで生まれつきだし、色目なんか使ったことはない。なんでこんな目に遭うんだろう。私何か悪いところがあるんだろうか。人に迷惑をかけた記憶はないし、そんな目立とうとしてるわけでもないのに。ついに、次の登校日までに髪を染めてこいと言われる。嫌だと言えばエスカレートするだけだ。涙が止まらない。生きるのが辛くてたまらない。いっそ死んでしまえたらと思うけれど、私が死んだらお父さんが。本当は辛い気持ちになった時、私はいつもお母さんのお墓に行く。ああ、じゃあ辛かったんだ。お母さんのお墓に行くっつってたもんね。お母さんに話を聞いてもらえれば、きっとまた生きる勇気が湧いてくるはずだ。春菜。春菜。もうどっち行く？クラピカ理論で右行くか。穴の中に鍵が入っている。開かないね。開かない。いや、これ頑張ったら開けれそうだけど。あ、いけた。ちょ、待って。左行く。お、開いてんじゃん。こっから出れんじゃないの？出れない？ここは？あ、出れなそうだな。何これ？わー、なんかあるぞ。ニッパー。金属線などを切断するために使う工具。ニッパーを入手した。あー、ここはあれだね。多分あんのかい？あ、行って！あ！ニッパー。これ多分あれだろうね。開けられるね。へい。針金を切断した。胃腸の鍵。え？え？やだ、そっち行きたくない。やだ、そっち行きたくない。ちょっとこっち調べさせて。この絵は、ここの住人が描いたのか。ずいぶん古い絵だね。女性の絵ばかりだ。なんかおらん？カサカサカサって言ったけど。ちょっとこれ読んでみるか。村長の手記。よからぬ気配を近くに感ず。水音湿気、毛髪等。古川を腰抜けと笑い飛ばしたが、本当はわしにも分かっている。近頃、
小さな風音にすら敏感になった。近くの神主に人を頼むも効果なし。アマニエ様をないがしろにした怒りか、あるいは死んだ女たちの。生贄にしてるっつったからね。これは？あ、セーブだ。おー、ここにセーブポイントあるのやべって、なんか、怖えって。電話だ。これだ。え、なに？なに？なに？ちゃんと喋ってもらえます？怖っ。怖い。春菜の声とも違う。なんなんだ、一体。ちょっと、行くか。行くか、先。胃腸の鍵。鍵を開けた。ああ、お前、本当は幽霊なんじゃないのか？春菜、来て。こっちよ。なんか雰囲気違くね？お、消えたって。春菜なのか？いないじゃん。ダッシュダッシュ。早く、急いで。ダッシュダッシュ。ダッシュダッシュ。これは幻覚か？ダッシュダッシュダッシュ。なんかある。あ、待って。なんか今さ、血垂れてこなかった？セーブ。オーマイガー、オーマイガー。何これ？